どうもバンビです。今回はね、アップデートで追加された新スキル雲陣まといを使った太刀装備を考えてきました。結構太刀と相性がいいんじゃないかなと思いますので、よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは主に太刀の動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、まずはねスキル紹介していこうと思います。今回は、こちらの雲陣まといを使ってみました。大型モンスターに攻撃を当て続けることで、周囲に雲陣が舞うということでね、当て続けるというところで、太刀に関しては、レベル1は27回、レベル2だと20回、レベル3だと14回で雲陣をまといことができます。赤い雲陣ですね。赤い雲陣をまとって20秒経過すると青い雲陣になります。青い粉塵になった時に攻撃を当てると攻撃箇所に爆発を発生させるというそんなスキルですね。詳しくはねこの後の討伐動画見ていただけたらと思うんですけども、今回はレベル3つけてるってことなんで、14回当てると、赤い粉塵をまとい、そこから20秒経つと青い粉塵になるということで、タチの場合はね円月で桜花でもね手数稼げるので結構な頻度で粉塵をまとうことができます。赤から青に変わるのが20秒必要なので、その時間だけはね、どうしてもかかってしまうんですけど、青い粉塵を爆発させた後ね、再度赤い粉塵をまとう際は結構早くまとうことができるので、なかなかの頻度でね、ダメージ与えられていけるんじゃないかなと思います。爆発ダメージも、肉質は関係なく攻撃力に依存したダメージを与えられるということなんで、かなり優秀なスキルなんじゃないかなと思います。今回はレベル3積んでますが、全然レベル1でもいいと思います。まだもし使ってない方がいらっしゃったら、ぜひ使ってほしいなというスキルになります。他に関してはね、よく使われてるスキルになります。匠があんまり使われてないんですけども、今回使う武器にあんまり切れ味がなかったので、つけてるだけです。ここに関しては、他の攻撃スキルに変えるもよし、今回気絶耐性入れてないので、気絶耐性にするのもよし、お好みで合わせて使ってみてください。後半の方はこんなスキルになってます。強豪と強心、この辺は本当にあるとすごく快適だなと思います。武器に関しては今回はねテオのスキルということなんで、テオの太刀を使っております。怪異錬成に関しては攻撃力プラス15しております。防具に関しては頭は怪異克服テオの防具を使ってます。怪異強化は攻撃力レベル1プラスされたものを使ってます。胴も怪異克服テオの防具です。こちらは、脳頭術がプラス1されたものを使ってます。腕は、幽霊焼き聴取の防具です。こちらは、真ん中のスロットが4スロットになっているものを使ってます。腰は、怪異克服、テオの防具です。こちらは、超怪心レベル1が付いているものを使ってます。足が、エスピナス、亜種の防具になっております。こちらは、連撃が下がっちゃったんですけども、攻撃レベル1プラスされたものを使ってます。五石は、攻撃レベル3と4スロが1つ付いているものを使ってます。こんな感じでね、いつも使ってるようなスキルに、プラス、雲陣まといが入ったスキル構成となっております。普通の攻撃自体の火力もね、結構漏れてますし、プラスね、この雲陣まといの攻撃っていうのも結構ね、いいダメージが入りますので、なかなか楽しいスキルなんじゃないかなと思います。実際ね、使ってみたらどんな感じかっていうのをこれから見ていただこうと思います。討伐動画自体はグダグダなものなんですけども、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ではね、討伐していこうと思います。ついに来ましたね。アップデート、楽しんでいるでしょうか。今回はね、その中で、怪異克服、テオニャンの、固有スキル、雲陣まといね、使った装備で遊んでいこうと思います。お相手はですね、120レベルの、ラージャンで遊んでいこうと思います。さてね、まずバフを振ってですね、やっていこうと思います。粉塵まといね、レベル3つけておりますので、まずはですね、よいしょ、攻撃をね、当て続けることで、赤い粉塵をね、まとうということなんで、レベル3なんで14発やったかな ?17? 14か。結構そのあたりで、もうまとってるのかな、これはね。OK。すごくね、円月と、よいしょ、相性がいいんじゃないかなと思います。このスキル。よいしょ。全然ね、よいしょ。手数、稼げるので、よいしょ、円月のね、追撃攻撃で。あと、こう、青いやつ。よいしょ、オッケー。702かな?よいしょ。青い状態になって攻撃したらね、肉質、無視のダメージが入るということで、結構入るんですよ。よいしょ。で、円月で手数を稼げるんで、すぐね、赤い粉塵をまとえるということなんで、よいしょ。で20秒経つと青い粉塵に変わると。よいしょ。これほぼほぼね、
ほぼほぼなんかまとってるって感じがします。よいしょ。うまくね、立ち回れれば。よいしょ。すごく相性がいいんじゃない、あ、もったいね。いいんじゃないかなと思っております。よいしょ。OK、OK。ただですね、動きが慣れているモンスターに限るというところなんですけども。よいしょ。OK。はい。こうやってね、赤い粉塵の時に殴られると、どんだけやったっけ、まあ、あんまりそんな強くないけども、一応それでも相手に攻撃は当てれると、ダメージを与えられるということで、あんま腐らない攻撃ですよね。腐らないスキルか。OK。居合も結構いいダメージ入ってるんじゃないか。よいしょ。OK。危ない。OK。まあ、赤い粉塵まとってるね。これが20分になると、多くなるので、やってていきたい。よいしょ。20秒はね、どんだけ頑張っても変わらないみたいなんで。危ねえ。怖え。よいしょ。ノートをすると、減っちゃうみたいなんでね。OK。なんだこれ。ハイドじゃないのか。OK。いやー、危ない。一回円月して、よいしょ。ああ、合心。合心本物神。ありがとうございます。これも力合わせて手数を稼いで、よいしょ、粉塵をまといたい。よいしょ、感じよ。よいしょ、よいしょ、 OK。 これかぶたりかな。よいしょ。青い粉塵に関しては確か攻撃力の 1.25 倍ですかな。よいしょ。ちょっとかぶっちゃったら分からなかったね、今ね。かぶと絵に隠れちゃったね。OK。もういい感じ、いい感じ。いい頻度でね、青い粉塵のダメージが入るんじゃないかなと思うので、本当に腐らないスキルだなと思います。レベル3積んでるけど、本当にレベル1だけ積んでも、本当に腐らないなと思います。本当にいいスキルだなと思っております。これは？あれか。あ、ミスった。今、豪華にしていこうと思ったね。よいしょ。とりあえずね、僕はYouTuber っていうことなんで、レベル3運用でやっておりますけども、まあ、通常使いやったらね、普通にレベル1だけつけてね、戦うのもありかなとも思いますね。他のね、新スキルとかも含めた装備もね、今後は考えていきたいなと思っておりますので、楽しんでいきましょうね。よいしょ。OK。ほい。OK。これはしっかり。ほい。あぶねえ。円月張って来てくれるかな。またブレスか。お、なんだ今の。上に打ったぞ。かわいかったな、今の。なんか、かきむしが足りない。風まといもね、ちょっと楽しみですよね。切り虫が、よいしょ、回復が早くなるってことなんで。OK。かきむしで早く回復して、桜花で手数を稼いで、粉塵まとってとか、ね、いろんな戦法も。あ、これ危ない。怖い。逃げ場なかった、今。怖かった。危ない、危ない。よいしょ。まあそんな感じでね、新しいね、戦法とかもありそうで、楽しそうですよね。以上。だって当たんなかった。うん。OK。しっかり赤ゲージにして、気合を当てていきたいですね。OK。当たるかなこれ。よいしょ。はっ、いい顔されたんやけど。敵ながらあっぱれ。OK。ねえ、かきり虫欲しい。お、青になったね。青になったけど、確か10秒ぐらいでね、納刀して10秒ぐらいで青から赤になっちゃうはずなんで、いたかな？よかった。あー、そう、これ、よしよしよし、痛い痛い痛い。あ、でも、吹っ飛ばされた、ちょうど。ポジティブ。よいしょ。うまくね、使っていきましょう。怖い。危ない危ない。根性あるんで、強気にいきます。よいしょ。OK。今日この技に合わせられるの運がいいな。いつもね、
タイミングわからなくて吹っ飛ばされるんですけど。よいしょ。飛ぶとできるかな。よいしょ。出ちゃうけど、まあ、いっか。あ、痛い。あ、戻してくれた。優しい。あぶねえ。よかった。今の出たから、幻月解除されるかと思った。あぶねえ、あぶねえ。これは、OK。1233。まあまあまあ、なかなかなダメージ入るんじゃない ?OK。しっかりね、研いどいて、向こう行きましょうか。よし。じゃあ、ゲージにして、行きましょう。よくない?何回目だろうね。青い爆発何回目だろう。ほんと上手い人だったらね、本当に1分間に2回ぐらいはいけそうじゃない?なんかね。絶対20秒はかかるから、赤から青までね、20秒かかるから。はい、1分間に3回はさすがに無理だと思うけど。そう、青爆発、青粉塵爆発してからね、すぐそこで赤粉塵まとってとかね、上手い人だったらなりそう。オッケー。それでもね、カップ取り。で、オーカで、ハゲージにして、お、よかったね。オッケーオッケー。最後一発当てれるかな ?20 秒ってどんなもんなんやろ。今赤いの赤粉塵まとってるんで、危ない。こっち、怖い怖い。あ、よかった。なかなか、ナイスだね、これね。鉄柱主義?鉄柱の糸が、仕留めてくれた。オッケー。あ、落ちた。オッケー。こんな感じです。どうでしょうかね。粉塵まとい。肉質関係なく攻撃力依存のダメージが入るということでね、なかなか太刀と相性がいいんじゃないかなと思っております。いいなと思っていただけたらね、ぜひ装備に組み込んでみてください。レベル1だとね、当てる回数が増えるんですけれども、先ほども言ったようにね、まあ、炎月と組み合わせると手数も稼げますし、まあ、オーカメインでもね、手数は稼げると思うので、まあ、いい、この頻度でね、爆発も稼げるんじゃないかなと、爆発を起こせるんじゃないかなとも思いますのでね、ぜひぜひ使ってみてください。というわけで、今日はね、以上になります。最後までご視聴ありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。